どうもこんにちは、オーバルトンです。今回は、まあ、デモともちょっと近い人とも違うんですけど、紹介ということで、はい、Vlog 番外編みたいな感じ、ね、はい、ですね。こちらのペダルなんですけども、はい、オーバルトーンと、大阪の、はい、楽器、ブラッシュ、ブラッシュエイトさんとのコラボレーションモデルで、はい、816、そうですね、816ドライブという、はい、まあ、ブラッシュエイトさんとの、はい、コラボレーションということで、はい、まあ、開発を一緒に行う、はい、結構かなり長い間、そうですね、やったんですけど、まあ、最初、まあ、まあ、もともとその中村さんが、はい、そのブラッシュエイトで、SD9、はい、マクソン の, マクソンのリックディストーションのやつですね、はい、それのモディファイを出してて、はい、でなんかそれを元にしてのなんかコラボレーションやりましょうみたいな話をいただいて、はい、で、まあ、結構そのオーバルトーンの、まあ、その自社ものだとその明確にこれを元にしてっていうのは、うん、はい、ないんですけど、はい、それを、まあ、やるっていうことで、はい、まあ、なかなか楽しくやらせていただいたという感じ で、はい、で一応まあ、制作というかその開発をはそうやってで、まあ、こちらでプロトタイプ作って、はい、でまあ、中村さんにヒントもらってみたいな、はい、何回もやり取りして、そうですね、でこれ今ちょっとファイルを確認したら結構バージョンが、あ、開発の、そう、開発バージョンの、その、まあ、もちろん細かくは分かれてはいるんですけど、はい、大きなプロトタイプで、はい、7回変わってますね。7回。大枠が7回変わって、さらに細かく。1個ずつはもっと細かく、はい。7回やって、まあ、中村さんもやっぱり、ミュージシャンで、こだわりが強いこと、はい、かなり、ね、詰めて、まあでも最終的には結局、その、まあ、両方がいいと思う。うん、はい。っていうところに落ち着いたというか、なんというか、間ぐらい、その、ブラッシュエイトはブラッシュエイト、やっぱりそのブラッシュエイトのドライブがまたあるので、はい、そのブラッシュエイトさんの、うん、まあ、それ、これいいよって思うもの、100% 寄ったのは多分そっちだ、はい。で、まあ、オーバルトーンは後の製品があって、で、オーバルトーンがいいと思っているものが入ってるのはこちらの製品なので、うん、でもその間ぐらいっていう、そうですね、だから、まあ、要するにこうオーバルトーンを使っている人がちょっとブラッシュエイト風味ってどんなものだろうみたいな、うん、はい、でブラッシュエイトさんの使っている方が、まあ、ちょっとオーバルトーンってどんな感じだろうみたいなのの、まあ、橋渡しになるような機種かなっていう感じで、はい、でも結構すごい評判もよく、うん、まあ、ちょっとこちらの機種の方を、はい、ざっとというか、まあ、ちょっと、まあ、詳細ではなくて、はい、まあ、軽めにというか、はい、解説していきたい、はい、解説というか、まあ、ご紹介していきたいと思います、はい、で、まあ、ざっくり、まあ、3ノブボリュームトーン、はい、ゲインの3ノブと、左側が歪みに関するそうです、ね、クリッピングの切り替えになります。で、右側のレバーが、EQ、3つ、ハイパー、ジェントル、ミディアムという、はい、そっちから、選べるというものになっています。はい、ちょっと音を出していきましょう。はい。これの、結構、まあ、黒を不審にしたところっていうのも、はい、このトーンで、結構このぐらいのところが変わっていくんですけど、ここは結構明確にこう分かりやすく、うん、なんかこう上げてそのチリチリっていうところだけじゃなくて、カーンっていうところのこのキュッっていうところも上がってくるようにしてあって、はい、では
ボリュームを絞っても、うん、まあ、中村さん的にはそのもうボリュームをほぼ絞って使うのでっていう、うん、もう前回ほとんどしなくて、うん、ギターのボリューム絞った時に音がするような感じでっていう、うん、ご注目というか、まあ、この真ん中が一番ちょっとおとなしいというか、うん、あのしっとりしてる感じで、ミディアムはその間ちょっと元気になるっていうか、うん、ゲインからローメインまでいけるという感じですね。うん、はい、で、下の DS2 っていう方がまたちょっと歪み方が変わって、はい、そうですね。で、真ん中がカットって、カットって、まあ、これあのクリッパーないやつで、
キラキラする感じで、っていうのは、うん、前にブラシエットさんが、はい、なんかそのギターの、そうですね、ギターのそのヘッドに816って書いて、はい、そういうブランドでちょっとギターオーダー受け付けてっていうのをやってらして、はい、でまあ、そのブランドのマークです。はい、はい、かなり幅が広いんですね。暴れるようなドライブサウンドが、そうですね、かなり幅広くて、はい、で、なんていうか、ある意味ちょっとこうオープンな音なので、うん、やっぱりちょっと使い方に想像力が必要というか、そうですね、いろいろこうコントロール、楽器側でもコントロールをしながら、うん、そうだね、うん、だからやっぱね、あのブラシエットさんの動画とか見ると、うん、あのブラシエットチャンネルとかあって、はい、YouTube の、 あのすごい前からすごいハイクオリティなデモ動画をたくさん上げられてるんですけど、うん、まあ、あの上手い人ばっかりなので、ね、なんかこうすごい上手い人向けな感じがありますね、これ、はい、やっぱりだからやっぱり結構で、なんかもう、その、なんか、もうなんか、いいアンプにつないで、うん、っていうのがやっぱり、作ってる時も。まあ、中村さんの、はい、まあ、あの考え方っていうか、うん、なんかもう、JC 禁止みたいな言ってて、JC 禁止だし、もうハム禁止とも言ってない、それはいい音すればいいみたいな感じで、でも、今ハムでやったら結構いい音して、はい、そうですね、しましたね。はい、ブラシエイトさんが移転されて、ね、場所を変えて、はい、で、なんだろう、あの一応試走とかはできるのかな、できないの、うん、今は、まあ、あのコロナのあれもあるんで、なんか予約を取って来店にはっていうのを書いてあったような気がします。なるほど、はい、今はちょっとコロナ禍ですけど、はい、まあもちろんあの取り扱いが、まあ、あのうちからっていうんじゃなくてブラシエイトさん、そうです、ということで、まあ、ブラシエイトさんのお店か、あとあのだから、まあ、あのブラシエイトさんから、はい、逆にそのブルーギターさんとか、そうですね、海進堂楽器さん そのブルーギターさん系列のお店でも取り扱いを、そう、はい、されてるっていう感じなので、はいはい、もし気になる方はぜひチェックしてみてください。